それでは線形代数1の第3回の授業を始めたいと思います。まず前回のまとめです。で、前回は平面ベクトルがこの R2 を張るという概念からですね、その平面ベクトルの幾何的な意味ですとか、それからあと平面ベクトルの線形独立や線形従属の定義について行いました。で、あと R2 の規定の定義についても学びました。で、最後の方ではその平面ベクトルの幾何的な意味の中からその内積について学びました。で、今回の内容は次の予定です。まず複素数ですね。それから N 項数ベクトルについて説明します。で、その次に行列の演算に入りまして、まあ、加法、スカラー、バイト、それから情報の定義までやっていきたいと思います。はい、では複素数、1.3 節で教科書10ページですけれども、多分これの複素数については高校の数学でも一通り皆さん学んできていると思いますの で、 基本的事項を確認しながらささっと進めたいと思います。まず虚数単位ですね、というのがあります。これが、まあ、複素数の基本ですけれども、まあ、方程式 x2+1=0 の解と、すなわち2乗してマイナス1になる数を考えて、まあ、その1の1つを、まあ、虚数単位ということで、マイナスルート1とかですね、あとは i で表すということを皆さん習ったと思います。で、それを使って、まあ、複素数というのは定義されるんですけれども、まあ、a と b を実数とするときに、まあ、a プラス bi の形で表される数を、まあ、複素数というとですね。で、複素数全体の集合を c で表します。で、こちらですね、多分高校で出てこな、ほとんど出てこなかったのは、この内包的表記だと思うんですけれども、c というのは a プラス bi のという形で表される数の集まりで、で、a と b は実数全体を取りますと。まあ、そういう意味ですので、確認しておいてください。ちなみにですね、ちょっと聞きたいと思うんですけど、整数ってありますよね。整数は複素数でしょうか。複素数だと思う人。複素数じゃないと思う人。わかんないっていう人。はい、そうですね。はい。整数は複素数ですね。だから A が整数の範囲であれば、まあ、この C の中に入っている弦ですので、まあ、整数は複素数です。そうすると、今度は複素数の実部と虚部っていうのが定義されましておりまして、で、この A の部分、A プラス BI という複素数に対して、まあ、A の部分は、Z の実部で、B の部分は Z の虚部と、言いまして、まあ、実部は英語ですとリアルパート、それから、虚部はイマジナリーパートと言いますので、まあ、それぞれの頭文字を取って、実部は RE の Z、それから B、虚部は IM の Z というふうに表すこともよくあります。まあ、一応この教科書ではそのような表記になっています。まあ、本などによってこの辺の表記がちょっと若干異なるかもしれませんので、その都度対応してください。で、あと虚数と準虚数という言葉もありますので確認しておきます。複素数の中で特にその虚部が0でないときにこの Z を虚数と言います。で、あと、実部が0で、かつ虚部が0でないときにその数は準虚数とも言います。で、複素虚約ですね。複素数 Z イコール A プラス BI と、それから A マイナス BI っていうのを複素虚約、もしくは単に虚約と言います。で、まあ、複素虚約な数の表し方ともいろいろありますけれども、この教科書では、まず Z が A プラス BI のときに、それと複素虚約な Z イコール、複素虚約な A マイナス BI のことを Z バーというふうにして表します。で、多分、今回の授業の複素数の情報の中で唯一高校であまり触れてこなかったと思うこととしまして、虚約の読み方ですね。これ訳っていう訳書の訳だから益っていう読み方もあるんですけど、虚益というのは誤りです。注意してください。なぜかというと虚約の訳というのはもともとこういうもうちょっと難しい字、くびきっていう字で書かれておりまして、まあ、それの略字なので、まあ、虚約と読むのが正しい読み方です。じゃあこのくびきっていうのは何かっていうと、僕もこの授業を担当するときに調べてみたんですが、これウィキペディアに載ってる写真ですね。こういった馬や牛をですね、並べてこう荷車を引っ張ったりするときに、その馬や牛がこう2頭
横に並んでちゃんと固定して歩くように、この首のあたりを固定する器具、これを首器と呼ぶんだそうです。ということで、まあ、複素数平面 でこう A プラス BI と A マイナス BI という2つの数があったとすると、それは実軸と線対称に配置されてまして、実部がピタッと合っている。まあ、そういう意味で、こう、でしかも実軸からの距離は、まあ、互いに等しいですよね。まあ、そういう意味で、こう、首器でこうピシッと止められたペアといったような、こう、意味合いがあるんだと思いますけれども、まあ、そういう語源となっております。はい。で、一応ですね、複素数が、等しいっていう定義も一応やっておりまして、複素数が Z1 と Z2 が等しいというのは、これは、実部ですね、それから虚部、それぞれが等しいことを言います。ですので、まあ、複素数が等しいっていうのは、この実数が等しいことを使って定義しているということを確認しておきます。で、次に、複素数平面ですけれども、この複素数、z イコール a プラス bi を、その xi 平面上の点 ab に対応させて、その複素数を表したものを複素平面、もしくはガウス平面というということですね。で、注意点として、その平面上の点とその1ベクトルを対応させることによって、その複素数全体の集合と平面ベクトル全体の集合、r2 ですね。これが1対1に対応すると。何を言ってるかっていうと、その1個の複素数を取ってくると、それに対応するこの R2 の弦が、まあ、必ず1個だけ取れますよっていうことを言ってます。次に、複素数の絶対値ですね。複素数 Z イコール A プラス BI の絶対値は、よくご存知だと思いますけれども、その実部の2乗プラス虚部の2乗の、ルートですね、正の平方根で、これをまあ Z のまあ、普通の絶対値の記号の縦棒を使って表すということになります。で、この Z の絶対値なんですが、これは1ベクトルで言うと、その Z に対応する1ベクトルですね、この A プラス BI に対応する1ベクトルは、この AB っていう平面ベクトルだったんですけれども、この平面ベクトルの長さに等しいということに、まあ、注意してください。まあ、一応当たり前だと思いますけれども、確認しておきます。で、次に変革ですね。変革というのもありました。で、複素数 z イコール a プラス bi の変革、argz っていうふうによく書きます。この arg っていうのは、その変革を英語で言うとアーギュメントと呼びますので、このアーギュメントの頭文字を取って argz というふうに書いております。で、これは何だったかっていうと、この z に対応する1ベクトル、が、x 軸となす角度θですね。だから、先ほど、ちょっとポイントとしては、先ほどですね、その複素数と1ベクトル の1対1作用になってますよって対応付け を一応定義、確認しておいたので、まあ、こんなふうに説明するときに、その z に対応する1ベクトルっていうふうに少し説明が楽になったりします。ちょっと小技ですけれども、こういうことをやって数学では、こう、いろいろな概念をなるべく簡略化して、簡潔に相手の人に伝えられるような記号などを作っております。で、まあ、この時に、この z の1ベクトルがここだったらば、この x 軸とこの z はなすこの角ですね。この角を、まあ、θ と呼ぶということですね。で、この z の変革は、まあ、2π の整数倍を除いて1に定まるということに、注意しておきましょう。で、まあ、その変革を使うとですね、その複素数を極形式で表すことができますっていう話で、これは、z イコール a プラス bi に対して、この、まあ、変革 θ を使うと、この a というのは、z の絶対値かける cosθ、それから b は z の絶対値かける sinθ というふうに表すことができますので、この z をですね、この変革と、それから、z の絶対値の組み合わせで表したもの。これを、まあ、z の極形式と呼びます。まあ、二つ、a プラス bi と、こちらが、まあ、こちらはそうですね、a プラス bi はその実部と虚部のそれぞれの値で表したものに対して、こちらは、その z の絶対値と、それから変革を使って表したということになります。はい。で、次に、複素数の加法ですけれども、加法は、これは、成分ごとに和を取るんですね。z1 が a1 プラス b1i、それから z2 が a2 プラス b2i だったときに、その z1 と z2 の和というのは、それぞれの実部の和を実部として、あと、それぞれの虚部の和を虚部とするような、まあ、こういう、
複素数として定義しますということです。あ、ちなみに、過去って書きましたけれども、過去って書きましたら、まあ、原法も、同じように定義できますので、注意しておいてください。それから次、情報ですね。情報に関しましては、まあ、Z1 と Z2、こういう、形で与えられているときに、まず、Z1×Z2 は、単純に、この A1 プラス B1i と A2 プラス B2i をこう展開して、まあ、それぞれの掛け算したところの、まあ、実部や虚部が現れるものをこのように取ったもの。これが2つの素数の積として定義をします。で一方、この複素数の情報ですけれども、これは極形式で表すこともできまして、仮に Z1 がですね、変革が θ1 で大きさが絶対値が R1、それから Z2 が変革が θ2 で絶対値が R2 として表されているならば、まあ、単純にはこのような形の、先ほどの定義に従うとこのような形の積になるんですけれども、三角関数の加法定義を使って、このぐちゃぐちゃした項をうまくまとめることができまして、そうしますと、その極形式による複素数の積というのは、変革がそれぞれの複素数の変革の和ですね。それから絶対値はそれぞれの複素数の絶対値の積という形で表すことができるということを確認しておいてください。で、まあ、あと最後にですね、教科書の12ページにちょっとコーヒーブレイクというコーナーがありまして、オイラーの公式というのが載っています。でこれはまずこの E の iθ 乗というのがその、まあ、cosθ プラス isinθ で表される。でこれをまあ、オイラーの公式と呼びますけれども特に θ が π に等しいときにそうしますとこれが E の iπ プラス1イコール0っていうのをいうふうに式になりますけれどもこれはよくしばしばオイラーの公式とも呼ばれております。でこのオイラーの等式なんですが、よくですね、世界で最も美しい等式という通式とでも呼ばれるようなこともちょこちょこあるみたいで記事を見かけますけれども、どこが美しいんだろうちょっと説明読んでみますと、加法と乗法と指数関数が同時に現れて、かつ、加法の単位元0ですね、それから乗法の単位元1と、それから円周率 π と、それから自然対数の定 e と虚数単位 i が同時に現れる式だと。ということで、まあ、ある人々は最も美しい数式だというふうに呼んでいる人たちもいるそうです。まあ、確かに、こんだけこう数学のいろんな要素がいっぺんに出てくる等式というのは、ちょっと珍しいかもしれません。ちなみに少し話はそれますけれども、以前ですね、小川陽子さんという作家の方が書いた、博士の愛した数式という小説がありました。これは記憶喪失でですね、過去で記憶が止まっている、そのちょっと年取った元大数学者とですね、それから少年との交流を描いた話なんですけれども、そこにこう素数の話が出てきたりとか、このオイラーの等式が出てきたりとか、いろいろな数学者あるある的なこともちょっと語られておりますので、まあ、数学徒としてはちょっと、まあ、自分も読みまして、英語も見ましたけれども、なかなかいい作品だなと思っております。それで、まあ、ちょっと参考にしてみてください。ここまでよろしいでしょうか。